皆さんこんにちは、リナオクマです。今日は下腹部ポッコリを解消させるためのピラティスを10種目一緒に行っていきます。下腹部ポッコリの方のほとんどの姿勢がこのようにお腹が前に出てお尻が下がった状態で生活している方がほとんどです。今日はしっかりとお腹を使う練習とここの前鋸筋を鍛えて体の前面が使えるようになる練習を行っていきます。そしたらまずは仰向けの状態からスタートしていきましょう。膝を軽く曲げて足を肩幅に開きます。そしたら手のひら1枚分が腰とマットの間に入るぐらいで骨盤をセットします。このままつま先を上げてかかとをマットについた状態から片方ずつ足を少し前に出して吸いながら引き寄せてくる。左から始めたら今度は右から、交互に繰り返していきます。はい、始め、足を一歩ずつ前に出して吸いながら引き寄せていく。吐きながら出して吸いながらアップ。この時骨盤がぐらぐらと左右に傾かないようにしっかり下腹部をへこませてやることを意識してみてください。膝が天井を向いた状態で横に倒れないようにしながら行っていきましょう。はい、いいですね。そしたらこのまま手を骨盤に持っていって左の膝を胸の方に少し近づけます。このまま床すれすれめがけて足伸ばしていきましょう。この動きが簡単だよという方は膝伸ばした状態でやっていっても大丈夫です。下腹部をへこませながら下腹部と股関節を使いながら足を上げ下げしていくイメージです。これも骨盤が横に傾いちゃったり膝の位置が倒れていかないようにしっかりとお腹をへこませてバランスをとっていきます。吸いながらアップ、吐きながら下ろす。ゆっくりで大丈夫です。この動きをするために使っている筋肉を意識してやっていきましょう。はい、じゃあゆっくりと足を下ろしてきたら反対側にスイッチしていきます。もう一度骨盤をまっすぐにセットしてからこのまま反対の膝を胸の方に近づけて床すれすれまで足伸ばしていく。できる方は膝伸ばしてやっていきましょう。はい、始め、吸いながらアップ、吐きながら下ろす。足を上げた時に何も考えていないとお腹がぽっこりと膨らんできてしまうんですけど、それを下に沈めながらインナーマッスルを使って足を上げ下げすることを意識していってみてください。はい、いいですね。そしたらこのまま両手をお尻の下に持っていってで両膝を胸の方に近づけていきます。そのまま息を吐きながら床すれすれめがけて足伸ばしていきます。簡単だよっていう方は同じように膝伸ばしてやっていきましょう。はい、始め、吐きながらゆっくりと足を下ろして、吸いながら上げてくる。足を上げてくるときにお腹をガクッと張らないように下にへっこませながらじんわりじんわりと持ち上げていきます。吸いながらアップ、吐いてゆっくりと落としていく。はい、これもゆっくりで大丈夫です。丁寧に一つ一つ動きを確認しながら行っていきましょう。はい、いいですね。そしたら足をリラックスさせて手をもう一度横に持っていきます。今度は膝を胸の方に持ってきたらできる方は足を頭の上まで持っていってゆっくりと背骨を一本一本マットにくっつけながらお尻を下ろしていきます。繰り返していきましょう。吸いながら上げてゆっくりとお尻を落としていく。き
ついよっていう方は手腰に置いてやっても大丈夫です。お尻がドスンと落ちないようにゆっくりゆっくりとお腹の筋肉を使いながらお尻上げ下げしていきます。あとできる方はね、手ががっちりと固まりがちですので、手の力もなるべくリラックスしてできるとより腹横筋に効いてきます。はい、お腹へこませておへそ見ながらゆっくり足下ろしていきましょう。はい、いいですね。ではゆっくりと横から体を起こしてきたら、今度は、このようなカエルさんのポーズをとっていきます。手をマットについて足をぐっと、つま先立ちにします。手を前についてから足をぴょんと前 手の方に持っていきます。前まで来たら今度後ろです。足下げて手下げる、足下げて手下げる、地味な動きですけれども、今度は少し体の前面を使う練習をしていきます。お腹をしっかりとへこませた状態で背中にあまり頼らないようにしてお腹を使う練習です。猫背だったり、反り腰さんはね、この動き結構きついと思います。しっかりと腰、背中を丸めてお腹をへっこませて、腹筋を使う練習をしていきましょう。はい、OK。そしたらこのまま膝立ちになります。ここから手を肩の下について息を吸って準備、吐きながら少し体を前にスライドしていきます。この時にお腹がデレンと落ちないようにへっこませてやっていきましょう。はい、始め。吸いながらお尻をまっすぐテーブルトップの位置に戻していく。これも一緒です。背中、腰をなるべく使わないようにしながらお腹の筋肉を鍛えていきます。あと少しね、脇の下、胸の横にある前鋸筋という筋肉を使うことによってより胸が開いてきますので、背中猫背の方とかはね、しっかりと正しい姿勢にはまっていきやすくなります。はい、いいですね。そしたらこのままプランクの姿勢に移っていきましょう。もう一度手を肩の下について足を立てたら、かかとから肩までまっすぐな位置を作ります。この状態で前にスライド、吐きながら、すみません、吸いながらまっすぐに戻ってくる、吐いてスライド、吸いながらまっすぐ、はい、繰り返していきましょう。下腹部が落ちていると、その分手に負担がかかってしまって、このプランクの姿勢キープするのがきつくなっていってしまいます。下腹部下向いてますけど、おへそへっこませるイメージで体幹安定させてやっていきましょう。はい、頭の方に体伸びる、ゆっくりと戻してくる。残り10秒頑張っていきましょう。はい、OK。 そしたら今度は右膝を左肘の方に持っていって、ゆっくりとお尻を落とす。今度は右膝を右肘の方に持っていって、ゆっくりと戻す。スライドを今度は片膝上げた状態で行っていきます。はい、頑張っていきましょう。吐きながらスライド、吸って戻す。吐きながら今度は膝を右肘に、ゆっくり戻して左肘に。この動きもゆっくりで大丈夫ですので、一つ一つの動き確認しながら頑張っていきましょう。はい、辛くなってきた時こそ下腹部へこませて。ゆっくりと足を戻して、一度ダウンダックの姿勢に戻ってきて、はい、息を吐きながらプランクの姿勢入ってきたら、ラスト反対膝頑張っていきます。はい、始め。吐きながら膝タッチ、ゆっくり戻して反対肘タッチ。
お腹をへこませてバランス取っていきましょう。ラスト1種目です。はい、もう少しお腹へこませてラスト10秒。はい、お疲れ様でした。ではゆっくりとダウンドッグの姿勢になってから膝をついてお尻後ろチャイルドポーズ入っていきましょう。はい、じゃあそのまま上半身をスライドしてコブラの姿勢に移っていきます。お腹の表面をしっかりと伸ばしてあげましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。しっかりと前側の筋肉使える感覚つかめましたでしょうか。体はバランスが大切になってきますので、背中ばっかり使っちゃってるなと思う方はしっかりと前面も鍛えてあげて下腹ポッコリを解消していっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。